ジャック・エリュールは、ボルドーを拠点に活動した、プロテスタント知識人、思想家。主に社会学と進学の二つの領域にわたる、著作群を残した。特に、社会学的著作群に属する主張、技術社会で、先駆的な現代テクノロジー批判と文明批評を展開したことで知られる。日本での知名度は全般に低いが、主に本国フランスと米国では広範な。 知的影響を及ぼしている。その思想は、例えば、イヴァン・イリーチや、反グローバリズムの活動家として知られる、ラクノーカアナーキスト、ジョゼ・ボベに影響を与えている。キリスト教徒としては、フランスでは少数派であるフランス改革派教会に所属した。クリスチャンアナーキストと呼べる思想の持ち主であり、福音信仰に深く根ざした神学的施策を重ねつつ、 規制のキリスト教や教会のあり方を常に厳しく批判し続けたことでも知られる。父、ジョセフ・エユールと母、マルテメンデスの一種として1912年1月6日、ボルドーで誕生。首都パリの文化的、知的業種力が強大なフランスにおいて、修正ボルドーに泊まり、その地を活動の拠点とした。リセで優秀な成績を収め、 ボルドー大学に進んだエリュールは、ローマ法を専攻し、1936年に、博士号を取得。大学時代には、カール・マルクスとキリスト教の双方との決定的な、開講を果たし、以来、常に、両者の間の緊張の内に身を置いて思考することになる。進学的には、カール・バルトから強い影響を受けており、後に、エリュールが、 平身徒として展開することになる。神学思想は、バルト神学との対話、その批判的継承という一面を持った。1930年代両大戦間期には、学業を続ける傍ら、知的名優ベルナール・シャルボノート、ガス購入人格主義と称される活動を展開。この時期、プルードン、爆人などアナーキズムの著作から強く影響を受ける。 1933年には、パリへ上り、エマニュエル・ムーニへ率いる、エスプリの人格主義運動に1937年まで参加。スイス出身の思想家、ドニド・リュージュモンとも、この運動を介して知り合う。この時期の活動によって、エリュールは、1930年代の批准の主義者の一人に数えられる。 1937年、モンペリエ大学で講師として、教弁を取り始め、翌1938年には、ストラスブール大学に移るが、ビシー政権の成立直後、アルザスロレーヌ出身の学生らに対して、私的に行った助言が、関係によって反ビシー的とみなされたことに加え、エリュール自身の父親が英国籍を持つ。 メテクであることが発覚したことで、当然解職される。その後、解放まで、ボルドー近郊の田舎町で慣れない、農作業に従事し、自給自足の生活を営みながら、レジスタンス運動に関与し、ナチスに迫害を受ける、ユダヤ人の保護に当たった。この功績で1981年に、イスラエル政府より、諸国民の中の正義の人の称号を受けた。 解放後の1944年には、ごく短期間であるが、ボルドー史上役として、現実政治に携わる。政治に深い失望を覚え、早々にしてこの職を辞した後は、ボルドー大学法学部教授として、教鞭を取り、1947年から、ボルドー政治学研究所の社会学史講座を担当。以後、 1994年に死去するまで、ボルドー大学を拠点に、その生涯を主に教育と著述活動に捧げた。キリスト教知識人としては、1947年から1951年にかけて、世界教会協議会で専門委員を務め、1951年から1970年には、 フランス改革派協会の全国評議会のメンバーとして働いている。エリュールが行動する知識人として自らの心情としたスローガンはグローバルに施行しローカルに行動するであった。1960年代にはフランス政府がアキテーヌ地方で着手しようとしていた開発事業にこうするためシャルボノーと連携のもとに アキテーヌ沿岸保護委員会を組織し、先駆的な環境保護活動を展開した。この活動によって、エリュールは、エコロジスムの思想家としても知られるようになる。ジョゼボベは、この時期、エリュールの思想、特にその技術社会批判から影響を受けている。また、同時期、エリュールは、ギードボールの状況主義に共鳴し、この運動への接近を図っている。 エリュールのポレミカルな主張、技術社会は現在科学技術社会論や技術哲学の領域で無視できない一つの参照枠となっている。同書でエリュールはグローバルな拡張力を持つ技術のダイナミクスが社会のあらゆる領域の隅々にまで浸透し人間存在がその構造連関に強制的に組み込まれていく事態を描写した。技術の自律性 その自己推進的、自己算出的な発展力に対して、ほぼ全面的な、今を投げつける。その主張は、現代における、人間存在の、水平化を徹底した批判した、キルケゴール、資本主義社会における、人間疎外の投与を鋭く洞察した青年、マルクス、近代社会の合理化のパラドクスをいち早く冷徹に、投資した、ベーバー、近代の、啓蒙と、 野蛮の弁償法を撤血したホルクハイマーとアドルノなどモダニティの行方を根底から問うた思想家たちの思想と不説を合わせている。技術社会は1954年の観光当時のフランスではほとんど反響を呼ぶことはなかった。その10年後、1964年にロバート・マートンの序文が付された技術社会英訳版が 素晴らしき新世界の著者オレダスハクスリの肝入りで刊行され、同時代のアメリカで啓発的な技術批判の書として、セオドア・ローザック、ヘルベルト・マルクーゼなどによる一連の体制批判の書物と並んで広く注目を集めるに至った。技術の自立性と人間のエージェンシーの創出を主題とするエリュールの思想は、現代社会の基本的性格とそこで人間が、 置かれている条件を考察するための様々な糸口を与えるものであった。だが、その一方で、エリュールの過剰ない社会批判は、技術社会の袋工事からの明朗な抜け道や、その手がかりを与えず、具体的な問題に対するプラグマティックな取り組み、前時的な社会改良への思考も基本的に欠落させているとして、しばしば激しい奮闘も引き起こした。例えば、 著名な未来学者、アルビントフラーはその著書、未来の衝撃の中で、エリュールを、一軍の未来造者と、技術恐怖症患者の、最も極端な論者、フランスの宗教を神秘化として一周している。現在でも、社会構築主義の立場からテクノロジーを論じる ST、STS 論者の間では、一般にエリュールの技術論は、テクノロジーの自立性と拘束力を不当に誇張した。 技術決定論の典型と見なされる傾向にある。技術社会以降、エリュールの技術批判は、1962年のプロパガンダ、1965年の政治的幻想、1977年の技術システム、1988年の技術論の虚勢などの著作で展開された。また、アナーキズムとキリスト教の神話性と緊張に、 着目した著書として、1988年の、アナーキーとキリスト教がある。ジャック・エルル、テクノロジードゥームズ・デイアー・ビフォー・ヒズ・タイム・アイディアズ。ザ・ボストングローブ、2013年11月30日、閲覧。ありがとうございます。